皆さんこんにちは。ソーシャルアライアンスの代表の小金ですけれども、さあ新しいコーナーですね。私あの以前にですね、セールスの絶対教科書というですね、セールスのノウハウっていうとこを中に凝縮したですね、私の人生経験をもとにしたセールスのノウハウ本教科書というのを執筆しました。それに続いてですね、教科書があるのであれば、ね、国語辞典が必要である、新しいですね、コーナー、これはですね、私岡根芳樹がお送りするセールスの絶対国語辞典というね、新しいコーナーを作ってみました。どういうことかというとですね、我々ねセールスマンとかですね、経営者というものは哲学を持っていないといけないんです。哲学とは自分の偏った考え方、いいですか。みんなね王道のまっすぐなことばっかりね、求めようとしてますけれども、じゃあ一体何が王道なんですか。時代によってその王道なんてどんどん変わるんですよ。また環境によっても変わってくるし、住んでいる場所、ね、国が違うだけでもその価値観みたいなものは様々なんです。ということは自分自身の意思を持って自分がこれだというですね、価値観を持つこと、つまり人から見たらすごく偏ってはいるんです。でもその偏った価値観をしっかり持ってですね、セールスマンシップをさらに磨き、ね、経営に、もっと励み、そのためにはこの絶対国語辞典でですね、私がお送りする言葉の意味、価値観みたいなものをお届けします。もちろんそれを、ね、鵜呑みにしてはいけませんよ皆さん。これはあくまでも私の価値観であって、これのいいところは自分で平等にしたらいいし、これはいらないなと思ったらね、バッサリ捨ててくださいね。何度も言いますけども、私偏ってますからね、それは間違ってると言われてもね、受け付けませんね。初めから偏っているということですからね。さあ今回は第1回目ということで、50音の一文字から取ってですね、その言葉についてお送りしたいと思いますが、今回はあでいきましょう。あでね、あで言うと私が選ぶ言葉は悪ね、悪、そうなんです、悪、悪魔の悪。もともと私ですね、16歳17歳ぐらいから自分で劇団を立ち上げてですね、15年間ずっと劇団を経営してました。で自分で台本を書いたりですね、時には役者もやったりするんですけども、まあ主に演出をね、やってたんですが、その舞台の役者でいうね、魅力ある役者っていうのはですね、何もイケメンの俳優とかね、可愛い子ちゃんではないんです。舞台で魅力的な俳優は何かといったら悪役ができる俳優なんです。悪役ね、いい役ばっかりではなくて、こう悪い顔ができる、悪い表情ができるね、悪の強い個性的な、そういう俳優がね最も魅力的なんです。残念ながら2枚目とかね、まあお姫様の役とかですね、綺麗な役しかできない人というのは、残念ながら我々の業界では大根役者というんですね、2枚目の役しかできないではなく、2枚目もできれば悪役もできるなんていうのはしびれちゃいますね。最高にいいんじゃないでしょうかね。いろんな世の中にいい役者さん、ね、俳優さん、いますけれども、皆さんはどういうね、人に憧れますか。ちょっとこの癖のある悪の強い俳優みたいなものも、ちょっとフォーカスしてね見ていただければと思うんですけれども、じゃあ悪の魅力って何でしょうか。悪の魅力、まあ言い換えれば悪とは毒の部分じゃないですか。食べ物に例えれば悪の部分、つまり毒の部分。でも食べ物から毒を抜いちゃうとどうでしょうね。コーヒーのカフェインだとか、ね、お酒のアルコール分であるとか、タバコのニコチンやタオルの部分であるとか、これ毒の部分ですよね。もちろん毒だって分かってますけれども、毒がちょっと入ってる方がうまみってあるんじゃないですか。コーヒーとかにノンカフェインってありますよね。
ビールもノンアルコールってありますよね。まあ、確かに今科学の力で相当美味しくはなってるんでしょうけれどもね、けれどもやっぱりちょっと毒が入ってる方が美味しいんじゃないでしょうかね。例えばね、フグの毒は有名ですけれども、うなぎの血の中に毒が入ってるって知ってました？あとアワビの肝にも毒があるんですよ。で、お茶やコーヒーのカフェインもそうであるし、桃の種、これめちゃくちゃ毒なんですって知ってました？桃の種にはですね、青酸カリが含まれてるんですね。さらにはギンナン、ナス、トマト、ジャガイモ、キャベツ、ほうれん草、わらび、タケノコ、ホオズキ、フキノトウ、これら全部毒をちょっと含んでいる、食べ物なんですね。もちろんそれを含んだとしても致死量には至らないかもしれませんけれども、それらを抜いてしまうと味が平坦になってしまったり、なんか物足りないなっていう風になってしまうので、自然界の中でも毒ばっかりはもちろん良くないです、ね、毒まみれってのは良くないんですけれども、こう完全懲悪みたいなのを求めてしまって、もう完全でやろうと、もう悪の部分を全部なくそうとする人がいますけれども、そんなことできますかね。いやー多分ね、できないと思いますよ。大体ね、いいことしか言わない人、皆さんどう思います？いいことしか言わない人、嘘くさくないですか？私怪しくないですからっていう言葉ほど怪しい言葉ってないと思いません？またそう思うんですよね。そんな風にですね、へりくつに聞こえるかもしれませんけれども、僕はもう健全にですね、ある一部分は健全なる毒をこう持つべきだと思うんです。例えば経営者にとって必要な毒って何かって言ったら、ある意味ですね、何をしてでもどんな手を使ってでも売り上げは守らなきゃいけないというような、ちょっと言い方間違えるとかなり怖くなりますけれどもね。でもそういう精神を持たなければ、全部きれいごと全部きれいごとで倒産してしまったら意味がないじゃないですか。フルコミッションのセールスマンも同じなんですね。いくらきれいにセールスをやっていたとしても、1契約も取れなければ全く意味がないというね。だからといってどんな汚い手を使ってもいいなんていうふうに揚げ足取るのやめてください。そういうことを言ってるんではないんです。でも精神のレベルでは、気持ちのレベルではね、何があったって絶対に契約を取るぞっていうか、この精神、その健全なる毒部分がないと、ビジネスにおいてもセールスにおいてもそんな甘い世界ではないということ。変な話ですけれどもね、オレオレ詐欺みたいなもの、振り込め詐欺、全然なくならないでしょ。なんであんなに世間で叩かれているのに、妨害されているのに、銀行行ったって振り込みの自動機械のところにも書いてありますよ、気をつけろとかって言ってね。なのになくなるどころか、騙されている被害総額は年々増えてるって言うんですよ。どういうことですか？まあ役者もそうなんですけれどもね、悪役の人たちの共通の要素って何かって言ったら、もうそれはね、間違いなくメンタルがすごく強いんですよ。正義の役の方がメンタルが弱いんです。すぐにくじけてしまったり折れてしまったりね。セールスの世界でもそう、真面目にやっている人ほど、ね、善で私は正しいと思ってやっている人ほど、すぐに逃げてしまって失敗して、私はこの仕事を見てないとかね、オレオレ詐欺の集団がそんなこと言ってると思いますか？電話で出てかかって簡単に騙されませんよ人は。やっぱり俺この仕事向いてないとかって言うと思いますか？ね、おい今日はなかなか騙されませんねとかって言うから、そうか、くそ、みんなも血がついてきたら、おい持ってない、ウェディングにして、こんな感じじゃないですか？ね、決していいわけじゃないんですけれども、このメンタルの強さ、この強さ真似してほしいんですよ。だからちょっとね、毒になるような部分を自分の中でもね、しっかり持つ、完全にきれいにやろうとしないで、自分の中にもちょっとはずるい考えがあるな、悪い考えがあるな、ね、それ認めてあげましょうよ。でもそれを乗り越えるぐらい、頑張る、善の方向に向かうね、エネルギーがあったらいいじゃないですか。
変な話ですけどもね、例えば、善っていうのは自分が正しいと思っている人ですよね。私は善だ、私は正しいと言ってるわけですから、自分が正しいと思っている人同士、車がバーンとぶつかってね、事故になったらどうなるんですか。みんなね、お互いね、私が正しい、あなたが飛び出してきた、いや私は正しい、まっすぐでしたが、あなたが飛び出してきた、いやあなたが悪い、私は正しい、あなたが悪い、私は正しい、喧嘩にしかなりません。でも自分がね、悪だと思っている人、私はいつも悪いと思っている人同士がぶつかったらどうなりますか。私が飛び返したばっかりに、いやいやこちらこそ私の方が、私がうっかりしていたばっかりに、いやいや私の方が、いや私の方がすみませんっていうね、あんたが悪い、あんたが悪いと、ごめんなさい、ごめんなさい、全然違うでしょね。まあ屁理屈に聞こえたらそれでも構いませんね。そうじゃないんです。世の中のこの本質的なね、この我々の生身のこの世界で生きていくっていう、その上で大切な哲学があります。皆さんもですね、健全な悪の部分、健全な毒の部分をですね、しっかり持っているというね、意識を認識して生きていってほしいと思います。そしてますますセールス活動や経営ね、この分野で活躍をしていただきたいと思います。今日はこの辺で。最後までご覧いただいてありがとうございます。他の動画もですね、必ずご覧ください。それではチャンネル登録よろしくお願いします。